イゴール・ウラジミロビッチ・アキンフェイフは、ソビエト連邦、ビドノエ出身のサッカー選手。ロシアサッカープレミアリーグ PFC チェスカ・モスクワ、所属。元ロシア代表。ポジションはゴールキーパー。6歳以下は入団できないはずのチェスカ・モスクワ参加のサッカースクールに、数十分の練習を見た、クスカ関係者が即入団を許可し、4歳で入団。 2003年にクリリア・ソベトフ・サマーラ戦で16歳ながらプロデビューを果たした。2003シーズンには13試合に出場し、クラブ初のロシアプレミアリーグ優勝を17歳で経験した。デビューから2年目の2004年3月には、当時クリリア・ソベトフ・サマーラ所属のオグニエン・コロマンに対し乱暴な行為を行ったとして、 リーグ戦後試合の出場停止処分を受けるも、シーズンを通して26試合に出場しレギュラーの座を確立した。2005年には UEFA カップ、ロシアプレミアリーグ、ロシアカップで優勝し3冠を達成。翌2006年には3度目のリーグ優勝を経験し、自身もズベズナトロフィーを授与された。しかし、2007年5月に FC、ロストフ戦で半年間の離脱となる。 膝の大怪我を負い、クラブもリーグ3位でシーズンを終えた。2008シーズンに復帰すると、自身3度目となるロシアカップを制覇。また、同年からセルゲイ・イグラシエビッチに代わって、キャプテンを務めることになった。以降も、聖守護神として君臨していたが、2011年8月28日の FC スパルタクモスクワ戦では、 スパルタク FW エリトンとハイボールの処理の際に激しく衝突してバランスを崩し着地時に左膝の十字人体を負傷。再び半年間の離脱を余儀なくされた。2004年4月28日、親善試合のノルウェー戦で18歳20日にしてロシア代表デビューを果たした。出場機会は与えられなかったものの UEFA ユーロ2 0 0 4のメンバーに 第 3GK として選出された。UEFA ユーロ2008では、政治 EK として、前後試合にフル出場、ロシアのベスト4進出を支えた。しかし、2011年8月に、上述の怪我を負い、UEFA ユーロ2012予選の残りの4試合を欠場することになった。この怪我に伴い、2008年6月10日のスペイン戦から続いていた、 代表戦での連続試合出場は30でストップした。2012年3月に復帰し、UEFA ユーロ2012のメンバーにも選出されるも、聖 g 系の座はビアチェスラフ・マラフェーフが務め、自身に出場機会は訪れなかった。チームもグループリーグ敗退となった。2014FIFA ワールドカップでは再び聖 g 系を務め、全3試合にフル出場するも、 グループリーグ敗退に終わった。2015年3月27日に行われたユーロ2016予選グループ G モンテネグロ戦では開始20秒で観客席から投げ込まれた発煙筒が自身の後頭部に直撃。首に怪我と火傷を負い、ユーリーロディーニンと交代した。なお、試合は約35分間の中断を経て再開したものの、両チームの間に混乱が起き、 結局中止となった。自身4度目のユーロとなる UEFA ユーロ2016でも政治系として全3試合にフル出場するも2大会連続のグループリーグ敗退となった。自国開催となる 2018FIFA ワールドカップにも前5試合にフル出場。決勝トーナメント1回戦のスペインとの PK 戦ではコケとヤゴアスパスのシュートを防ぎ、 大会公式のマン・オブ・ザ・マッチに選出されるなど、チームのベスト8進出を支えた。2018年10月1日、ロシア代表からの引退を発表した。ありがとうございます。